マイク近めに。はい。マイク近めに喋って。あ、近めに。はい。あの、ここら辺で。ここら辺で。これって聞いてた方がいいんですか、これ。でもそれは音楽とか自分の声とかが聞こえます。あ、そうなんですか。でここに出るのが残り時間なので CM の CM とあと始まってからの残り時間もあるので、26分までなんですよ。はい、番組が。わかりました。はい、コメントもパソコンに来たりしてる。コメント、あとパソコン、あちらパソコンですね。コメントっていうと、ああ人が見ててってことですか、うん、あコメントもあるんですか。見ないときもしてない、あのちょっと緊張しそうなで、 CM 中の声とかは、はい、CM 中の声は聞こえてるので。あそうなんですか。今もパソコンとかこの動画では。ああはい、はい。時刻は11時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。トップインタビューのお時間です。現在何かの壁にぶち当たっている人、または転職を考えている人、やりたいことが見つからないなど、そんな悩みがある方に聞いてほしい番組、それがこのトップインタビューという番組です。さまざまな職業の方や頑張っている方をお呼びして、今の職業に就くまでの経緯、仕事内容などをインタビュー形式で聞いてみようという番組になっております。そしてこの番組ではメール、メッセージも募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから直接見ることができますので、そちらからもお楽しみください。はい、早速コメントも来ております。タイゴさんからですね、おはようございますと来ています。ありがとうございます。皆さんこのようにですね、お気軽にメール、メッセージをお待ちしております。そしてこのトップインタビュー、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオから、この後11時30分までお送りしていきたいと思います。今日のゲストさんはどんな職業の方なんでしょうか。 CM の後に、登場していただきます。それでは一旦 CM です。って感じです。で20秒後、はい、1分後です。あ1分後ですか、はい、これ順番的には、はい、自己紹介して、自己紹介、仕事どういう仕事ですか、はい、あやっぱ曲が本当に探せないんですけど、何か一曲本当にないですか。あ、なんでもいいです、なんでもいいです。誰が好きですか。あでも安室奈美恵好きです。はい、緊張やばいですね。緊張してますか。してなさそうです。してそうです。
あ、じゃあ始まります。始まります。はい、はい、ということで早速ゲストさん、紹介していきたいと思います。それでは自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、トビ仮設工事、新工業です。僕の名前は、荒垣冬樹です。はい、荒垣冬樹さん、新工業の代表者。はい、そうです。ということで、はい、はい、今日はかなり緊張されているみたいで。あ、もう相当してます緊張がこっちまで、はい、伝わってきます。はい、はい、気楽な感じで、はい、いきましょう。はいそしてこの足場組み立てだったり、はい、なんて言うんですか。何、足場仮設工事。仮設工事、はい、そうです。これってどういったご職業なんですか。建設リフォームなどに関わる仮設工事、はい、要するに足場組み立てです。お家を作る人たち の、 作業に必要な足場を、はい、自分たちが作るような感じです。うん、はい、あ、なんかいろいろあるんですね、お家ができるまでに家庭が。はい、はい、先週はあの原工業、あ、原ペイントさん、はい、原ペイントさんがですね、はい、あの塗装の話をしてたんですけど、はい、私工事って、はい、お家作るのってこの一個の会社が全部やると思ってたんですけど、はい、そうではないんですね。そうですね、もういっぱい業種は分かれてて、うん、みんなの力があっての一つのお家が出来上がるような感じですか。大体何業者ぐらいが関わるんですかね。もう 10業者ぐらいは完全に関わると思います。はい、うん、全然分からないですね。あ、コメントが、野の中の銀のトロンボンさんですね、はい、昨今も緊張してる、ユーストリーム配信してないけど、あ、忘れてた、はい、ありがとうございます。こうやってコメントも来ていただく感じになりますので、はい、緊張しないで頑張ってください。はい、大丈夫です、はい、はい、ということでまず最初に、この創業までの経緯を聞いていきたいんですけれども、はい、荒垣さんはまだお若いですよね。この動画で見てる方は分かると思うんですけど、はい、そうです。今いくつですか。今年27の年ですね。あ、早生まれなので、はい、今26なんですけど、あ、今年27 の、うん、あの年の同級生です。若いですね。はい、はい、そしてこの原、あのいろんな名前が混じっております。新工業さんは、はい、いつ頃からこう立ち上げなさったんでしょうか。ちょうど自分が僕が23歳の頃、はい、で3年前に、うん、立ち上げました。荒垣さんはこの職業足場組み立てだったりをいつ頃から。16からずっとやってて、はい、23、4の7年ぐらい、はい、下積みして、うん、で自分でやることにしました。すごいですね。この立ち上げるまでってなぜこう自分でやろうって思って立ち上げしたんですか。ずっと本当に夢だったんです、うん、早く社会に出たし、はい、高校も行ってないので自分は、うんうん、早く社会に出た分、誰よりも早くなんかそういう企業とかしたいなっていう気持ちがずっとあって、はい、で23でちょうどタイミングがあったのでやることにしました。このタイミングっていうのはちなみに聞いて大丈夫ですか。タイミングですか。周りに僕は社長になりたいとか自分でやる独立するって結構口で言ってたもんで、はい、結構この自分の言ったことのプレッシャーに、うん、もうそろそろやらないと口だけって言われるなとかやっぱあるじゃないですか、はい、やっぱそこで自分の言ったプレッシャーで自分が押された感じですね。そうですね、はい、そしてこの立ち上げるまでに苦労したこととかってありますか。そうですね、やっぱりみんな人それぞれ能力も違うので、うん、なんか人を扱うこととかはもうとっても苦労しました、はい、で今でもなんですけど、はい、今でもやっぱり人を扱うことっていうのは難しいことなんだなって日々勉強で、はい、どんなところがちなみにこう難しいですか。うん、どんなこと、やっぱりなんか自分が頭ごなしに言っても、うんうん、やっぱ伝わらないし、はい、やっぱりそれは、ね、なんか代表としてやっぱどう扱っていいのかなってやっぱりいろいろ悩む分ありますね。そして仕事上で、うん、もう苦労してることってあるじゃないですか、はい、仕事やっていく上で、はい、これは何かありますか。この仕事やっていく上で相手との、あ、なんていうんですかね、
自分一応やっぱり学がないんですよ。学校行ってないので、はい、学がない分本当になんか上の人なんかと喋るときにやっぱりなんて言えばいいのかな、やっぱり言葉数も少ないし、はい、やっぱり結構困りますね、こういう面で。はい、分かります。学がないので。私もなんです。はい、はい、もう学が欲しいですね。欲しいですね、はいはい、頑張りましょう二人で。はい、はい、そして仕事上でこうやりがいを感じていることたくさんあると思うんですけど、はい、一応、はい、まあ、ざっくりありがとうやなんか喜んでもらえたこととか、うん、やっぱり起業してやっぱりいろいろと不安なことはいっぱいあるんですけど、はい、一つ一つこなせていけたこと、うん、やっぱりやればできたんだなっていう、そうですね、達成感が一番嬉しかったことですかね。うん、はい、うん、このありがとうって言われるのっていいですよね。うん、あ、いいです、もう、はい、うん、はい、そしてこの仕事に就くためにはなんかこれを学んでた方がいいよみたいなのってありますか。この仕事一応資格とかはやっぱりあるんですけど、はい、やっぱやる気ともう経験でやっぱりそうですね、やる気ですね。これって16歳から働けるんですよ。そうです、はい、16歳から全然働けます。今って従業員は新興業さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか。今2人です。従業員は2人なんですが、はい、協力業者さんなんかがいて今9名体制ぐらいで動いてます。この技術とかこの資格ってちなみにどんなものがあるんですか。足場の作業主任って言って、やっぱり足場の強度とかやっぱり分かっていないと足場を事故を起こしたりするので、やっぱり足場を組み立てる班長はこの足場作業主任者とか、やっぱりクレーン使ったりもするんで、クレーン使う時のオペレーター無線取ったりするのもやっぱり免許が必要なんですよ。その辺こんな、はい、こんなもんですか。でも最初から取って入った方が、いえ取らなくても入って、うん、やっぱりこっちで全然教えて、うん、ここで少し覚えてからやっぱ取りに行った方が要領をつかみやすいんじゃないかなってやっぱ思います。はい、従業員の方も誰か取られたりしてますか。そうですね、何名かは取っています。うん、はい、そしてこの職業に適している人ってどんな人がいますか。はい、適している人、一応自分はなんですけど、みんな仕事に合ってくるんじゃないかなって思います。はい、もうどんな人でも入っちゃえば、はい、はい、そうです、うん、もうなんか合った仕事があるというよりも、うん、仕事が自分に合ってくるんじゃないかなって思います。適した人っていうのは本当にいないんじゃないか。自分だってこの仕事そんな大好きだったわけじゃなくて、最初じゃあどういうきっかけでこの16歳からやり始めたんですか。卒業して本当に何て言いますかね、何やるかも決まっていない時に、うん、やっぱ地元の先輩が先輩の誘いで入ったんですけど、はい、やったからにはなんか最後までやりたいなっていう気持ちでやっているうちにやっぱり一応好きになっていくし、やっぱり仕事を覚えると楽しいじゃないですか。うん、はい、じゃあ最初何もわからない状況で入って。そうです、もう何もわからなくて、うん、やっぱり体力的にもきつかったし、やっぱ苦しかったですね。でしょ、だって16歳ですもんね。そうです、もう仕事しながら毎日思ったんですよ。みんな同級生は学校にいるんだろうなとか、うんうん、悲しくなりましたね、とっても。分かります。私も1年行かなかったんですけど、はい、学校に、はいはい、その時の働いてる時の虚しさ、虚しいですよね。なんかみんなキラキラ見えますよね、はい、学生服着てる子が。 その分なんか自分早く出たので、やっぱり自分で何かしたいとか、うん、という気持ちが強くなったのかなって思います。うんうん、はい、ありますよね。でもじゃあ同じこの仕事場でずっと、はい、働いてたんですか、この起業するまで。そうです、でも転々とはしてるんですけど、うん、内地東京に行ったり千葉県に行ったりとか、はい、途中途中違う仕事もやったりしてるんですけど、うん、結局はもうずっとこの職業に戻ってきて、この職業をずっと続けてます。すごい、はあ、すごいですね。はい、今後なんか夢とかありますか。今後夢ですか。もう
やっぱりいつまでもあの人の役に立てるような仕事をしていたいなって思います、うん、あのこれまとめみたいになってるんですけど、はい、まとめではないんですけど、なんかこうもっと会社を大きくしてとかありますか、はい、あります。事業展開は結構考えてます、リース業をやってみたいなとか一応まだ考えてる段階なので、うん、なんとも言えないんですけど、やっぱり今後は事業展開していこうと思っています。うん、こう県外に進出したりも、県外、そうですね、できればやっぱどんどん何でも、もう何でもやっていきたいなって思います本当に。はい、なんかボランティアみたいなのもされて、あ、そうですね、宜野湾市商工会 の、うん、あの青年部に一応所属してるんですが、はい、あの地域の活動、あのできる範囲内はやっぱり活動しています。うん、あと青年会とかもちょこちょこやってるんですけど、はいはい、青年会で、A さんもやっています。あ、やってるんですか。地域の活動も、アラグスクでやってるんですけど、宜野湾市すぐここです。キューナの隣です。キューナの隣がアラグスク。はい、はい、そうです。アラグスク青年会っていうのは。はい、そうです、アラグスク青年会です。あ、もう多分宜野湾市では一番じゃないかなって自分は思ってますすごい、はい、あ、じゃあ一回で曲挟んでまた、はいはい、後半も聴いていきたいと思います。はい、なんか安室奈美恵が好きなんですよね。あ、そうです、もう安室奈美恵大好きです、はい、行きましたライブ。行ってません。仕事が忙しいですもう。そうね、今建設ラッシュ、はい、ラッシュです本当。どうですかね、バタバタしてますか。バタバタしてますね、もう人手不足で。あ、はい、もう本当人手不足なので、うん、自分もあの今月、フィリピンまで人材を取りに行く予定があるんですよ。はい、はい、もう外国人も扱ってどんどん仕事をいっぱいこなしていきたいなと思ってます。こうフィリピンとかに面接してって感じですか。そうですね、連れてくるみたいな。はい、そうです。向こうで日本語学校行かせて、うん、ここに連れてくるような感じです。はい、なんか今みんなやってるんですか。一応そうですね、はい、結構流行ってるというよりも、はい、ぼちぼち。やっぱ人材不足ですか今。人手不足ですね、もう全然不足してます。ぜひね、このラジオ聞いてる人がいたら、はい、ぜひ、はいはい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでここで一曲をお聴きください。安室奈美恵で、ベイビードンクライです。今は何も聞こえないですか。じゃあ放送では。ああ。このネットでは聞こえる。ああ、そうなんですか。めっちゃ緊張しますね。全然緊張して大丈夫じゃないですか。大丈夫です。なんか先走って走ってない、喋ってないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。私が先走って質問しちゃいました。あと何分ぐらいですか。あと15分ぐらい。9分です。ああ。ベイビードンクライ。あと曲が終わったら4分ぐらい喋る時間があるんですけど、はい、なんか言いたいことありますか。あ、言いたいことですか。そんな宣伝会のことで、ね、なんか宣伝ですか。宣伝ですか。いや特に困りそう、なんか何でもいいです。なんかチョイスしてください。でも隣なんですね。そうです、はい、普天間中学校の区域がアラグスクなんです。この辺っていうか自分なんか普天間中学校なんですけど、中学校のやっぱ自分なんか同級生や先輩なんかはみんな本青年会にいるんですけど、うん、とってもやる気があって活気もあってすごいなんかかっこいいです。エイさんは、うん、パシメ太鼓ですか。シメ太鼓です、はい、うちもなんか地方の人が働いてるんですけど、んどこだろう。野田家じゃなくて普天間、普天間行く。あ、はいはい、女の人がやってるんですけど、うん、あ、わかります。多分普天間行くじゃないですか。ですか、ね、多分です、はい、多分です。なんとなく心当たりがスタッフが、はあはあ、ちょっと変なこと言ってしまいましたね。宜野湾市で一番って、まあいいですね。あ、一番って言ってます。あ、そうですね、自分たちが一番ですって言います。
もうメモ取ったことほとんどないですね。もうほとんどもう喋ったので、あとはもう詰まりそうですね。社訓と。社訓ですか。社訓ですよね。これを授業に徹底していること、うん、あ、徹底していること。でいいですね。そう、この今自分でやりたいとか思ってる人に一言ありますか？は言えます。大丈夫です。これ足場屋さんでいいんですか？足場屋さん一応飛び職って、あの建築とか関係の人は飛び職って言ったら分かるんですけど、やっぱなんかあの なんて言えばいいんですか、素人の人なんか聞くと飛び職って何やってるのってなるので、足場組み立て、うん、足場組み立ての仕事ですね。高所作業とかそんな感じですか。足場ってかっこいいイメージありますか？あ、かっこいいイメージ、あの担いでる感じですか？なんかあのなんかイメージか、なんかあ、イメージ、あー、イメージが、はい、そうですね。なんか飛び職ってなんかひっくるめて飛び職と思ってたんですよね、中学校の頃とか、うんうん、でもやっぱり違いましたね。だと、うん、なんか建築業には大工さんもいるし、鉄筋屋さんもいるし、飛び職もいるし、もう塗装屋さんもいるし、内装屋さんもいるし、設備屋さんもいるし、土木もいるし、もういっぱいいっぱいいますね、うん、分かれてますね。何分後スタートですか？あと50秒後。私も緊張 します、ね、あ、伝わります。ちょっとなんかでもちょっとほぐれてきた感じしますね。別になんか毎週お願いします。本当ですか？そうそう、本当毎週大丈夫なんですか？大丈夫なんですか。お願いします。お届けした曲は安室奈美恵でベイビードンクライでした。はい、もうなんか荒垣さんもね、緊張がもうほぐれてきたみたいで、はい、もうあと5分ぐらいなんですけど、はい、まだ毎週ね出てくれるそうなので、はい、はい、もうよろしくお願いします。はい、はい、あ、ということでですね、今日のトップインタビューのゲストは、足場組み立て業をされている新興業、はい、から代表者の荒垣冬樹さんに、はい、来ていただいております。はい、まあ、後半なんですけれども、はい、社員を育成していく中で、はい、徹底してこう教えていることだったり、これ社訓これだよみたいな、なんかありますか？はい、あります、はい。やっぱりあの挨拶、うん、挨拶とやっぱりあの人の住宅で仕事をするので、はい、あの掃除の徹底と、本当に挨拶と掃除の徹底だけはあのもうあのきっちりやってもらうように言ってます。やっぱ掃除って整理整頓とかやっぱりきっちり、はい、はい、させてますね。掃除ってやるんですね。素人だとあまり分かんないんですけど、はい、もう掃除ももうあのトラックにほうきも乗してるので、はい、ちゃんと人のお家の前は掃除して、あ、はい、すごい、そういうこともやるんですか？そして次につながるんですよね、やっぱこういうことをしてると。うーん、そうですね、ほうきで入ったりするんですか？そう、自分なんか持ってきた資材にやっぱりあのゴミがついてたりとかもするので、仕事終わりはやっぱり、まあ、あのお家の前とかやっぱりあのゴミが あったりするので、やっぱり掃除とあの本当に忘れ物ないようにとかで、挨拶はあのちゃんと朝もあの現場に着くとおはようございますと、仕事終わりはあの終わりましたのでっていう、やっぱり挨拶を大事にしてますね、うんうん、はい、挨拶とか大事ですよね。そうです、はい、挨拶大事です。はい、そしてあ、もうそろそろ最後になるんですかね、うん、はい、この今若い子たちで、でも本当にいっぱいいると思う、16歳とかで、
今何やろうかなみたいな人もいたり、はい、足場やってみたいなみたいな、はい、朝食やってみたいなっていう人だったり、また起業を考えている方もいっぱいいると思うんですけど、はい、その方々に一言何か、やっぱりやる気と好奇心があれば何でもできると思います。あと、うん、やっぱり何だってどこの企業の社長だって同じ人間なので、人間ができてることを人間ができないっていうのは自分はないって思ってるので、人ができてることは絶対人はできるって、うん、もう本当にこれだけいつも何かあっても それを思えば絶対大したことないと思います。何でも確かにそうですよね。そうですよね、はい、本当にそう思います。人ができてるので、うん、人ができないことはないんです。そうですね、はい、もう頑張ってください。これからの今から頑張る人たち、はい、そうですね、人ができてるのにね、はい、できないことはないですよね。はい、そうです。もう今日もこのインタビューだって緊張してましたが何か、はい、はい、なんか、はい、すごいドキドキ、私もすごいドキドキしたんですけど、はい、全然喋れてますね。はい、もうそうですね、はい、またね、次また来てください。はい、はい、またよろしくお願いします。はい、はいはい、ということでお時間が来ましたので、今日のですね、トップインタビューのゲストは、新興業代表の荒垣冬樹さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということでまた来週もですね、いろいろな職業の方がゲストさんで来ますので、ぜひメールメッセージをお待ちしております。また取り上げてほしいお仕事、珍しいお仕事、気になるお仕事などありましたら FM ギノワンまでご連絡ください。はい、ということでお相手は FM ギノワン作こと荒垣冬樹でした。はい、さようなら。はい、って感じでした。はい、大丈夫ですか。はい、緊張した緊張したっすよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当また新しいネタがいっぱいあるときにまたお願いします。はい、はい、でも違うやつにも全然来てください。違うやつとかもあるんですか。違う番組もいっぱい。あ、そうなんですか。うちゲストいっぱいよ、いろんな人呼んでるので、いろんな番組 で、はい、ぜひ。あとこの青年会とか、はい、このエイサーだったり、はい、商工会だったり、みんなに伝えたいことが、みんなに伝えたいことがあるときに、うん、ここで配信すれば結構あれってことですよね。広がるってことですよね。とか自分で YouTube とかを、はい、なんていうんですか、貼り付ければ Facebook とか、はい、そっちで広まったりするの。ああ、そうなんですね。そのやり方が一番広がるかなと、はい、これは YouTube でまたダウンロードできるんですか。この今日の、はい、は YouTube にもう載せる感じです。今載せる感じです。ああ、はい、はい、終わりですか。はい、お疲れ様です。あ、すみません、ありがとうございます。